Mesdames et messieurs, nous vous présentons notre directeur du Grand Prix du monde, Max Minghella. C'est un honneur de vous revoir aujourd'hui. Nous vous présentons les coureurs du premier Grand Prix mondial. Les groupes de musiciens sont Honoka Kusaka, Eli Ayase, Kotori Minami, Yumi Sonoda, Rin Hoshizora, Maki Nishikino, Nozomi Tuju, Anayo Koizumi et Niko Yazawa. 大阪ほのか16歳ですアイドルになりたい、なんて少し大それた夢を見てます。え <laughs> 特に可愛いいわけじゃないし、歌もダンスも初めてで、素敵なアイドルになれる自信は一つもないけれど、どんなに無謀な夢だって、やってみなきゃ何事も始まらないですよね。そう思って、今はダンスとか歌とか、一生懸命頑張っています。だって、 ほのかって本当に普通の女の子で、そんなほのかのたった一つの取り柄って言ったら、小さい頃から、周りの人から、ほのかは頑張り屋さんだねって言ってもらえることが多かったことくらいなんだもん。あの、私、頑張るって言葉、好きです。だって、頑張るっていう言葉の向こうには終わりがなくて。 たとえ、どんなに大きくて大それた夢や目標でも、それに向かってただ一心に頑張って、夢に向かって突き進んでいけば、いつかはきっと、そこにたどり着くことができるって信じてるの頑張ることをやめないでいれば、いつかはどんな自分にもなることができるはずって、ほのかは信じているから。もちろん、世の中には叶えることのとっても大変な、まるで奇跡みたいな、難しい夢がいっぱいあることは知ってます。けど、それでも、 それでもやっぱり、ほのかは信じてるんです。それでも諦めないでいたら、いつか絶対、私だってアイドルになれるかもしれない。なんてあはは。<laughs> なんか、私ってやっぱり単純なのかなだからたった一つ、お願いです。そんなほのかの頑張りを、どうかどうか、あなたに見ていてほしいんです。自分のためにはできないことでも、大事な人のためなら頑張れる。 ほのかの大事な人になって、ほのかの頑張り、見届けてほしいあなたと一緒に夢を叶えたいのあやせエリー、17歳。アピールポイントは、ロシア生まれのおばあちゃん譲りのこのグッドスタイルと、明るい性格、それに結構何でもできちゃう器用なタイプっていうところかしら。 賢いかわいいエリーチカってよく呼ばれていたわ。高校に入ったら部活ではチアか新体操でもやろうかなって思ってたんだけど、うちの学校は生徒数が少なくて部活も全然盛んじゃないから、結局部活は何にもやってません。真面目に努力するのってあんまり好きじゃないし。だから最近、 正直、毎日結構暇だったの。だから、うっかり乗っちゃったのかしら。アイドルになろうなんて、夢みたいな話。初めにアイドルにならないかって誘われた時には、はアイドルって、目と耳を疑っちゃったわ。だって、いくら地元で可愛いって言われてたって、こんな普通の高校生の私たちが、って、 やっぱり普通は思うじゃないそれに、もちろん慣れる自信はあるけど、そんなことに一生懸命になってもあんまりいいことなさそうっていうか、実際アイドルって結構大変そうだし。でも、なんか熱意に負けたっていうか、ほのかの私たちの学校を守りたいっていう、 いつも一生懸命でまっすぐな目を見てたら私自分のことを恥ずかしくなってきちゃったのよねなんか今私にもできることしなきゃいけないような気がしてきたの <laughs> 初めて知ったわ私にもまだ残ってたこんな気持ち少しだけ胸が熱くなったの この胸の、ずっとずっと奥の方、うずうず、そわそわって、バカみたいだけど、私だって、自分の育ったこの街が好き、私の通っているこの学校が好き、私にできることで、少しでも私の好きなものを守ることができたならって、そんな風に思っている自分にびっくりしちゃった。 <laughs> 正直、ダンスや歌は自信ないけど。でも、元が器用な方だから、これからすぐに上手くなるわよ。これからのエリチカを見ていて。絶対に損はさせないわ。そう。今のこの私の熱い気持ちを、君と分かち合いたいから。南小鳥、16歳、高校2年生です。よろしくお願いします。 えっと、あのご、ごめんなさい。ちょっと緊張しちゃってるみたいです。なんだか、胸がドキドキしてきちゃった、えーうん。小鳥、本当は人前に出るのってあんまり得意じゃなくて。アイドルなんて本当は向いていないのかもしれないけれど、でも、 歌ったり踊ったりするのは大好きで。あと、放課後にみんなで一生懸命練習するのも大好き。休憩用にこっそり箱入りのカプリカを準備して持って行っちゃったりなんかして。マキちゃんに遊びに来てるんじゃないのよってよく怒られちゃいます。<laughs> だから今、毎日がとっても楽しいの。ダンスの練習しながら、 今小鳥の感じてる楽しさが歌に乗って世界中に届くといいのになってよく思います。今私たちの初めての歌デビューソングの練習をしているところです。実は小鳥はよく天然って言われちゃう方でうっかりが多いんです。だから今はみんなの足を引っ張らないようにしなくちゃってもう無我夢中で必死なの。 初めて撮った練習の日のビデオなんて結構転んだりしちゃってて絶対に絶対に誰にも見られたくなかった中学の時から履いているパンツも映っちゃってるしもう最悪でこれじゃあ絶対誰にも見せられないって落ち込んじゃったけどでも不思議なんですだんだんねそうして一生懸命頑張っているうちに こんな小鳥の頑張っているところを誰かに見てもらいたいって思うようになってきて。え <laughs> なんか、恥ずかしいな。小鳥って本当は全然目立ちたがりなんかじゃないはずなのに。あ、もちろんイチゴのパンツは誰にも見せたくなんてないんですよ。でもね、小鳥の笑顔で見てる誰かを笑顔にすることができたら嬉しいって、思うようになって。 笑顔って人を元気にしますよね。小鳥の笑顔なんかじゃ、間抜けすぎてあんまり役に立たないかもしれないけど。でも、一度でいいから、あなたに見てほしいな。初めてお目にかかります。私の名前は、園田海と申します。海のように心の広く、また、 どこまでも終わることなく伸びてゆく大きな女性に育つようにと両親が願ってつけてくれました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。特技はお琴と長唄、武道では剣道です。私たち9人は生徒の数がすごく減ってしまって廃校も間近と言われる学院の再校を願ってアイドル活動を始めることになりました。 私の生まれ育った町は、東京の真ん中の方にある古い町で、秋葉原や神田、神保町といった有名なスポットに挟まれた、小さくてあまり特徴のない穏やかな町です。ところどころには、戦争の前に建てられたままの建物も残っていて、代々住んでる人の多い町。私も、ひいおばあちゃんの代からここに住んでいて、落ち着いた、 優しい空気が大好きな町ですその町の真ん中にまるで象徴のように優しく立っていた私たちの学校が廃校になるなんて本当に悲しくてまるで今でも悪い夢を見ているような心地がします祖母も通い母も通い地域の人みんなに愛されて賑やかだった歴史ある音の木坂学院子供の頃は私も いつかあの制服を着て学校に通うんだという憧れにささやかな胸を膨らませていましたまさかその学校がなくなってしまうなんて本当に人の世は儚いものそんな時の流れや社会の流れに逆らうには私たちの力なんて本当に本当に小さなもので合ってないようなものなのかもしれませんでも やっぱり、むざむざとその流れに身を任せることは私にはできない。私たちの大好きな学校にどうかもう一度輝きを取り戻してほしい。そのために私たちにできることなら何でもしたい。そう思うようになりました。お家最高を願うは武家の習い。世代をつなぎ、世をつなぎ、健やかな玉のような跡取りを時代に残してこそ。 女子の本会ですそのためにはまずは私たちのことを知ってもらわなくてはと少し単純かもしれませんがそんな風に思って今私は皆さんの前に立っています少しでも私たちに興味を持っていただけたならあなたの力を貸してください私も私たちにできる精一杯でいな誰にも負けない愛と勇気 で、あなたに元気と笑顔をお返します勇気きりんりんあなたのりんです15歳になったばっかりかけっこと体力には自信がある元気が取りえぬ女の子にゃチャームポイントはとにかく元気なこの笑顔足上げだってパンツが見えちゃうくらい上がります弱点はちょっぴりドジで泣き虫なところだけど 涙もろいのはハートが優しい女の子の証って幼稚園の頃お父さんも言ってましただから泣くのは恥ずかしいことじゃないし臆病者のずるい涙じゃなかったら少しくらいは泣いてもいいかなってりんは思ってますだって涙は心をきれいにする薬だもん。辛いことや悲しいことがあって涙が出てきたときにはいい いっぱい泣いちゃっていいんです。だって、悔しくて、悲しくて、熱い涙がポロポロ出てくる時には、その綺麗な涙と一緒に、悲しい気持ちも流れて出ていってしまうから。そして、いっぱい泣いたその後には、綺麗な綺麗な青空のように、スカッと爽やかな自分がそこに立っているはずだから。あの、リンてば、 意外と早とちりっていうか、ちょっとドジなところがあるから、ダンスの時に出遅れちゃったり、歌詞を間違えちゃったりすることとかたまにあって、そんな時には、やっぱり泣きたくなっちゃうんです。だから、そんな時には結構我慢しないで思い切って泣いちゃうの。泣くだけ泣いたら、すっきりして次こそ頑張ろうって思えるから。泣き虫だってちょっとは役に立つんですよ。 <laughs> それにきっとリンがお芝居する時とかにはすぐに泣ける演技派女優になっちゃうんじゃないかなって思うし <laughs> でもリンを応援してくれる人にはいつかリンの感動の熱い涙を見てほしいにゃ私の名前は西木の巻15歳よ将来は地元で総合病院をしてる パパとママの後を継いで医者になる予定。死亡は脳外科。大人になったらメスを振るって、私にキュンキュン恋しちゃってる君の頭の中身をさばいてあげる。なんちゃって。アイドルになろうって思ったのは、青春の思い出作りに、今しかできないことをしてみようって思ったからです。だって、私こんなに可愛いのに、ただの一般人として街に埋もれてるなんて。 ちょっっっともったいないかななかてどこまでいけるかわからないけれどとにかく自分にできる精一杯でアイドル活動を頑張るつもりです私小さい頃から親の方針でお勉強はとにかくいっぱいしてきたの習い事だってピアノにバレエにバイオリンどれも今ではやめちゃったけど親の言う通りに全部やってきたでも 本当は毎日毎日塾や習い事で塗りつぶされていく日々が少しだけ嫌だった。私だって放課後はお友達の家で遊んでみたかった。部活だってしたかったしクラスの女の子と男性アイドルの話で盛り上がったりしたかった。好きな男の子を作って告白だってしたかった。でも私にはそんな暇全然なくて。 だからせめて、高校では絶対に楽しい女子高生したくって。最後のチャンスだと思って、絶対に進学校に入りなさいっていう両親を何とか説得して、ずっとずっと憧れていた地元のおとの木坂学院に入ってみたら、今度はその学校がなくなりそうだなんて。私ってもしかして運悪いでも、こんなことではマキは諦めません。 初めての楽しい高校生活。ぜーんぶまるっと君に捧げる覚悟を決めたから。私のことを応援してね。一緒に楽しもう。うち、道場のぞみ、17歳。ダンスが好きで、音楽がかかると結構いろんなことを忘れられるっていうか、忘れちゃって頭の中がスカッと真っ白になっちゃう、あんまり悩まないタイプの高校2年生です。え えっと、そんなうちの自慢は、めちゃめちゃラッキーガールなところ。なんて言ったって、生まれてから今まで、記憶にある限り、抽選でハズレを引いたことがないというつアも者なんだから。コンビニのくじだって、商店街のくじだって、ハズレの応募券やティッシュだったことは一回もなし。ライブのチケットだって、絶対に結構いいとこ引いちゃうし、コアラのマーチは絶対レア落とし物で拾ったお金の最高金額は、1万円 最近は自分でも、やっぱり私、なんか持ってるって気がしてきちゃった。<laughs> そんなうちを応援してくれる人には、絶対素敵なラッキーが訪れること間違いなし最近、パワースポットとかって、スピリチュアルなパワーをもらえる場所巡りが流行ってるけど、うち思う人間にもそういうパワーってあるんじゃないのかなって。だからアイドルって、本当は可愛いとか、歌が上手いとか、 そういうことだけじゃなくって、何か見てる人を元気にするような、笑顔にするような、そういうパワーをたーくさん持ってて、みんなにみんなにそのパワーを送れる人のことを言うんじゃないのかなって、そう思う。だから、だとしたら、うちにももしかしたらアイドルできるかもしれないって。だから、ほら、行くよ心を落ち着けて、ちゃんと受け止めて。 私たちの歌に乗せて、望みパワーたーっぷり注入はーいプシュッこれで今日はいいことあるよ今日一日だけでも、望みの笑顔で、あなたに幸せが届きますようにあ、わ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 、私の出番でしょうかあ、はい。えっと、あの、 わでですすいませんかけちゃいましたねすいません私、すごい上がり症であすいませんごめんなさい自己紹介ですよねわわたしな名前は小泉花代ですみんなからはかよちんって呼ばれています 15歳の高校1年生です。えっと、あと何を言えばいいのかなふぅ。ああ、緊張です。一体何を話したらいいんでしょう一応考えてきたはずなのに、全部飛んじゃって、頭の中が真っ白になってきてしまいました。誰か助けてー。 あ、あの、時間、まだありますかそうですか。えっと、どうしよっかな。えっと、あの、花よの数少ない得意なことは、ちっちゃい子と仲良くなるのが上手なことです。砂場遊びとか、意外と得意で、ちっちゃなカップでプリンとか作ってあげると、みんなとっても喜んでくれるんですよ。 よく、花代ちゃんは、子供と目線が一緒だねって言われます。だから、将来は、幼稚園の先生か、保育士さんなんて向いてるかなって思っていた花代なんですけど、でも、男の子にスカートめくりされたりすると、つい悲鳴を上げて固まってしまったりして、相手は小さな男の子なのに、花よったら情けないですよね。 だから、こんな花代に興味を持ってくれる人なんて、どう考えてもそんなにいるとは思えないんですけど。でもあの、やっぱり、花代もこの大好きな学校のために、できるだけのことをしたいから、もし、花代のこと、応援してくれる人が、この世にたった一人でもいたらいいなって思っています。 もしいてくれるのなら、この世にたった一人のあなたのために、花よ、精一杯歌います。あ、はあ、言えた。終わってよかったよー。神様ありがとう。ニコニコニコニー、ニコ,ニコニコニー。女の子は笑顔が一番。 いつもニコニーはじめまして矢沢ニコです <laughs> 自己紹介の振り付け自分でちょっと考えてみましたどうですかちゃんとアイドルしてましたかちょっと子供っぽかったかなでもニコのアピールポイントはやっぱりこの笑顔にぴったりの名前だと思うのでぜひぜひ覚えてほしいと思って考えてみましたこれから写真を撮るときはチーズでもキムチでもなくて。 ニコニコニーってお願いします <laughs> それでねそのときにはほんの少しでいいからニコのこと思い出してくれると嬉しいのだってニコはいっつも応援してくれる人のことを思っているからそのときは遠くにいてもニコと通じ合ってることになるでしょドキッ ニコは歌はあんまり得意じゃないけど笑顔とおしゃれなら自信ありっていうか大好きで憧れはシャンプーのコマーシャルに出てくるモデルさんとか女優さんかな、はああニコも早くあんな風に綺麗でかっこいい女の子になれるといいなーって思っちゃうああとアイドルになったら 可愛い衣装がたくさん着られるって思ってニコとっても楽しみにしてましたみんなにキュートなニコを見てほしいしそんなニコを見てあなたにもハッピーになってほしいからあよかったらニコに似合う衣装なんて考えて教えてくれたらとっても嬉しいですだってやっぱりおしゃれって見てくれる人のためにするんだもんニコ頑張って Et maintenant, enfin, les coureurs anglais internationaux. Le premier coureur est Melissa Clarissa Segali. Merci monsieur. Nous sommes exceptionnels et nous souhaitons pouvoir battre cette course. Mes félicitations, mais nous sommes spécialement en course pour... Oh ça pique, oh ça pique, oh, oh ça pique, oh ça pique. Ah, ah. Attention à tout le monde, si on me proposait de manger la glace à la pistache, et, mais ne la mangez pas, ce produit est une sauce épicée. Mais monsieur, je voyais mon père. Mais je le connais. C'est toi que je jetais à la télé pour appeler, et nous pensons à toi. Je devais parler, papa, comportez-vous, vous êtes ridicule. Je suis désolé Mélissa, je ne lui ai jamais répandu d'huile, mais avec ta maman. Mais vous devez vous nettoyer dans les toilettes avec votre nouveau couple, dépêchez-vous.